場所によって違いますね。あと原子炉等製法に基づく一般公衆の占領限度というのが年間1ミリシーベルト。これはどういうことかというと、原子炉とか放射線を扱う施設が、例えば放射能を漏らしたり放射線を漏らして周辺公衆に浴びせることが法的に許される限度が1ミリシーベルト。ですから東京電力はもう圧倒的に法律違反をしているわけです。周りの人も、もう数十ミリから100ミリシーベルトの近く行ってますから、がこれ1ミリシーベルト。あと、我々医療自宅というのがたくさんあって、レントゲンやら、CT やらたくさんあります。一人ごと違いますけれども、これから年間2ミリシーベルトということなんですが、時間が過ぎますけれども、で、今言った自然放射線というのは、実はこのように、場所によってかなり違います。これ高いのはここも高いですね。こうできっと六甲の花崗岩です。高いのは広島も高いです。広島も花崗岩、これ東北地方は比較的低くなって一方日本のがんの死亡率というのもこういうふうに違います。これはがんセンターのホームページで、このじゃあ自然放射線の強さとがんを発生率、これ自然放射線としてはがんの発生率というのを見ると、別にそうですから、自然放射線が我々のがんに影響しているようには、このデータからは見えない。すなわちどういうことかというと、がんそのものには実は放射線じゃなくていろんな原因がありますから、その中に埋もれてしまって自然放射線の影響はわからないというふうに私は言っています。ですから逆に言えば自然放射線の変動の範囲だったら、実は私そう東電の汚染で被爆するのは尺だけども、そう神経質になることもないでしょうというような言い方をしています。でも安全という意味ではありません。これはアメリカの報告ですけども、放射線、紫外線で大体がんの 2% ぐらいが起きてるんではないかと、自然にですよ。で、日本の場合 2% とすると大体6800件になりますから、無視できる量じゃありませんけども、直接にはわからない。で、これからもセシウム汚染というのが、これはチェルノブイリのデータですけども、福島の方でずっと続いてくるでしょう。で、結局福島のこれからを考えたとき、我々もちろん職員汚染などを考えたときに、結局どこまでの被爆を我慢するのか、どこまでの被爆を受け入れるのかということになるわけですけども、これは多分その人の状況、年齢とか状況、立場によって、考え方によって随分違ってくるんだろうと思います。一般的な答えはないと私は思ってます。だけども一応目安としては一般公衆の被爆限度が年間1ミリシーベルト、あと我々みたいな放射線作業従事者、私は原子力実験所ということで放射線作業しますから、これは被爆の作業者は大体年間20ミリシーベルトというのが目安になります。で、子供は感受性が大きいということと、なんせ先々長いから子供は大事にしなきゃいけないので、子供の被爆はできるだけ少なくするというのが原則だろうと思います。で、結局この新立村は私何度か行って放射能を測定します。大変なのかも放射能まみれです。本当に原発からね、もう30キロから40キロ言ってみれば全然原発の恩恵も何も受けてないし、何も関係なく、皆さん頑張って牛を育てて、これから農業で頑張るぞというところに、空から放射能が降ってきて、みんなそこに住めなくなって、まさにこれから果たして戻れるか戻れないかという瀬戸際だと思います。本当不条理なことを東京電力は資源追加したと思います。ということで、どうもありがとうございました。ベクレルシーベルトに悩んでください。申し上げました。確かに今現在我々が置かれている状況、特に
代が変わったと言ってる。テルノブイリ前、テルノブイリ後、それで彼らの生活、時代が変わったということを何度も聞かされます。で、多分私、福島の人たち皆さん、多分今回のことで、よく、まあ、多分福島前、事故前、事故後で、時代が変わってきているんだろうと思います。それの象徴的なのが、やっぱり、ベクレル、シーベルトに馴染んでください。で実際、私、福島市長、シェフさんもそうだと思いますけど、だいぶもう、ベクレル、シーベルトに馴染んでおられるですね。で実際、郡山さんの方ですか、話してて、いや、うちの庭は1マイクロシーベルトで、ちょっと、除染したら、ほんと 0.5 くらいに落ちたんだけど、それ以上下がんないね、と。0.5 マイクロシーベルト。で家の中は 0.3 マイクロシーベルトで、これを大体落ちたら、でもやっぱり高いね、って。そうね、高いね、って。ね、やっぱり、どうしてか、この辺、そういう形で、ベクレル3人で、ベクレル、シーベルトでだいぶ馴染んでこられてる。でそういう意味で、まず、馴染んで、じゃあその意味が何なのかというのを理解してもらう辺から話がどんどん進んでいくんだろうと思います。ここに、単位のまとめと言ってありますけども、ベクレル、まずベクレルからいきましょうか。ベクレルというのは、昔、キュリーっていう単位があったの、多分、古い人はご存知だと思いますね。1960年頃にアメリカとソ連がやった時に放射能がバーッと空から飛んできたんですけども、その時はマイクロマイクロキュリーとかそれぐらいのキュリー、かつての覚えてらっしゃる方がいるかと思うんですけども、放射能の強さを表す単位なんです。昔はキュリーだったんですけども、そのから名前が変わりまして、20数年前ですが、一応国際的にベクレルという単位を使いましょうということになります。でこれ一体に大きさの同じものなんですけども、だから何ていうかな、日本で言えば尺貫法、1貫目2貫目とか尺貫がグラムになったり、のと同じで呼び方が変わってないんですけども、ただ1キュリーがなんと370億ベクレルとんでもない変換の仕方になってます。ベクレルというのは何か、キュリーは皆さんキュリー夫人のキュリーから取ってるんですけども、ベクレルというのは放射能を発見した人なんです。これは1896年にフランスのベクレルさんというのが放射能を発見して、それにちなんでその人の名前を付けてたいんですけども、放射能の強さ、これシーベルトというのは、シーベルトもこれも人の名前なんですけども、これはスウェーデン の先生なんですけども、いわゆる放射線の被曝関係の先生なんだけど、一番どんないい立派な業績を出しているのかよくわかりません。そういう人の名前を使って、いわゆるなんていうのかな、国際放射線防護委員会とかそういうところに貢献した方であることは確かに。で、シーベルトとは何かというと、ベクレルとは言ったら放射能の強さ。放射能の強さというのは何かというと、放射能は放射線を出す強さと思ってください。ここに今、電球や蛍光灯ありますね。これ、多分何ワット何ワットとか言いますけども、これは光を出す強さ。これ、光をどれくらい浴びたかというのがシーベルトだと思ってます。だから、光に近づけば近づくほど浴びる量は多くなる。まして光を食べちゃったらややこしいということになるんですけども、もちろん物理的な定義、いろいろ細かいことありますけども、ですから放射能というやつは光を出すっていうのは、例えばだから放射線を出す強さだと思ってください。要するに単純に言えば、ここに1ベクレルの放射線の放射能がありますよと、そこから毎秒1個くらい放射線がピュッピュッと出てる、必ずしも正確な表現ではないですけども、そういうもので、ここに1000ベクレルの放射能がありますよと言ったら、1秒間に1000個ぐらいの放射線が出てますよということですね。
ちなみにキュウリというのは何かというと、そもそも1グラムのラジウム、1グラムのラジウムってベラボーなんですよ。この前世田谷、東京の世田谷にめちゃくちゃな放射線強いというのは、あれはラジウムなんですけど、あれはちょっぴりだと思いますけども、ラジウムの1グラムというやつが1キュウリなんです。それでこれが370億ベクレル。ちょっとすみません、話が痛いみたいになってます。ということで、ベクレルは放射能の強さ、すなわち放射線を出す強さ。その放射線をどれくらい浴びたかというのがシーベルトということになります。それで、ですから、我々の健康被害、どれくらい影響が出てくるかという時の目安というのは、ベクレルじゃなくて、どれくらい放射線を我々が受けて、要するに、いわば細胞に傷がついたかどうか、ということが目安になりますから、被害を考えるときにはシーベルトだと思っています。あと、ですから、マイクロシーベルト、ミリシーベルト、シーベルト、で、それぞれ違ってくる。チェルノブイリの話で言いますと、ソ連政府は最初ルート汚染を隠していたのが、3年経ってから大変な汚染があちこち広がっているというのが分かって、その辺を、住民やそれぞれの自治政府と綱引きがあって、それ最後にソ連が潰れてしまって、それぞれロシア、ベラルーシ、ウクライナの各国が汚染対策として法的に決めたということになっています。ですから、テクノブイリで言えば、1平方メートルあたり3万7000ベクレルでしたか。これ以上の汚染地域が、いわゆる法的に汚染地域と認定されています。で、1990年当時ですけども、大体その面積が14万5000平方キロメートルということで、大体本州の 60% に相当するぐらいの面積が、いわゆる汚染されてしまうということで、そして住民が移住しなければならない面積、これが大体1万平方キロメートルということで、日本で言えば、福井県でドカーンといって、福井県、京都府、大阪府を合わせたぐらい の面積で人が住めなくなるというような被害が出ているということを、ご案内しておきたいと思います。はい、ありがとうございます。引き続きなんですね、今永さん。放射能が、拡散してしまったと。で、先ほどの安田さんの話がありましたが、ふるさとに戻りたいということで、この放射能をどうするかというと、やっぱり除染ということになりますので、除染について、出ている放射性物質との関係で、どのような手段で、どのようにすればできるのか、できないのかということについて、教えていただければと思いますが。なんか新聞と、あと政府等の報告を聞いてると、福島でも除染をすれば、なんか敵に戻れるよというような言い方をされてますけど、僕はかなり無理だと思ってます。というのは、本当実際にやっぱり除染、確かに、チェルノブイリでも、実は最初、除染をしてみようと。環境条件というんですから、避難したところをやろうと思ったんですが、とてもじゃないけども、やっても予想がきれいにならないということで、チェルノブイリの場合は、汚染の強い村は全部潰しました。潰して全部家も埋めちゃうということをやって、今、この環境条件の立ち入り禁止区域の中に入ると、まさに村の跡、墓地みたいなものが残っています。で、福島の場合ですけども、何かいくつか俺が除染例をやってるんですけども、聞いてるんですが、要するに除染の効果ですね、除染の効果はせいぜい5割ぐらい、家の周り、そこらの汚染をして5割、よく行って3割ぐらいに落ちるということだと思います。じゃあ、家の周りでそうですけども、じゃあ、その辺の
山、森、田んぼ、畑はどうなるかといったときに、とてもじゃないけど、見てわかりますけども、とにかくどうしようもない。ということで、森などの除染はまず不可能だということになるかと思います。で、じゃあ除染が無駄かというと、私はそんなことは思ってません。でちょっともう時期遅れですけども、除染を一番最初にしなきゃいけなかったのは、汚染が起きたすぐ直後。さっきも言いましたけど、3月15日にわーっと汚染が飛んで福島あたりまで汚染されてるわけですから、その次の日にでもとにかく散水時間にならないであって道路や公共施設及び公園、学校の除染をすぐにやらなきゃいけない。なのに、ゆうよさんおっしゃってたように、いやいや放射能怖くないから笑って暮らしましょうと言った先生がいたらしくて、で私が3月28日に福島と飯舘村に行ったんですけども、それびっくりするような汚染があるんだけども、皆さん平気で暮らしてた。その段階で私はまず除染できるところは徹底的にやるべきだったと思います。で、長期的な話になると、結局安田さんの話にもありましたけども、戻るか戻らないかというところになるかと思います。それで、これは戻るか戻らないかというのは、多分ね、上の方から一方的に決めたらまず無理だと思います。それで、まず汚染の状況をきっちり調べて、まさに村の村は村、家々、汚染を調べて、それで、多分戻れないようなところはあるだろうと。それで、戻るか戻らないかということは、多分人によってだいぶ違うと思います。例えば年寄り夫婦だけだったら、少々いかけちゃわないか、町で暮らしてる年齢に戻ろうかということはあるかと思いますけども、やっぱり子供さん抱える人とか、そういったところは戻れないところがたくさんあるでしょうし、そういう意味では、村の復活、戦地の復活という意味では、年寄りだけ戻ったという意味では、多分復活とは言えないでしょうし、みんなが戻れるような形で、実際そういうものが可能かなのかどうなのかといったときに、それは私が今日さっきの話をしましたように、みんながどこまで我慢するかということを、それぞれの村なり家なり町なり、それぞれコンセンサスを持って戻らなきゃ多分復活ということは、僕はありえないだろうと思います。で、女性についてはそういうコンセンサス話し合いの中で、戻るんだったらできるだけ汚染を下げましょうということで、徹底的に除染をする。で、そのことによって被曝線量が半分になる、3分の1になる、4分の1になるという場合だったら意味があるだろうという気がします。断定基準値、厚生省が決めている数字というのはあるんですけども、いわゆるお米にしてろ、あるものを大体1キログラムあたり500ベクレルという数字、皆さんちらっと聞かれたことがあるかと思います。で、政府などが言ってるのは、500ベクレルを超えると危ないんで、流通させませんと。で、500ベクレル以下は一応大丈夫なんで、安全なんで、安心して食べてください。なんかこれね、変なんですよね。皆さんご存知、分かってらっしゃる方で、方かなりいると思いますけども、この言い方は、501ベクレルだったら危険ですよ、499ベクレルだったら安全ですよと。それはないんですよ、そんなことは。で、一つの目安として500というのを立てるというのは分かるかもしれませんけど、あるかもしれませんけども、私自身は、だから抜き取り検査でもいいんですけども、福島のお米、南地方のお米は何ベクレルですよと、もう50ベクレル、100ベクレル、200かもしれませんし、福島のお米は私、もちろん会津の方は少ないと。で、浜通りの方は、もちろん大きい、飯舘の周辺地方から。けど、もうそれぞれ何ベクレルですよと。いうのを数字を出して、消費者の方もその数字を見ながらどうするかというのを考えていくべきじゃないかなというふうに思っています。
まあ、私もちょっと時々頼まれて、食品も測ったりすることはあるんですけども、まあ、房総半島の南の方で、比較的応答、戦術ないところで、有機農業やってる人にちょっと測ってよって、いや、まあ、じゃあ、うちの調査の一環として測るわって、だけど、測ったら出るぞって、うちの場合で測定器は、かなり感度がいいですから、大体1キログラムあたり 0.1 ベクレルまで確実に出ました。で、出たら0.4 か5だったかな。あ、まあまあ、じゃあ、金銭ってパッとくわと言って、東京のその有機農業やってる人は言ってましたけども、そういう意味でやっぱり、いい額取りなしにいかないと、そういう判断ができないだろうと思います。私は知識と知恵は、だけど判断できることはあるんです。そういうのは自分自身に対して、私だったらどうするということは言えます。で、私の感覚で言えば、キログラムあたり500ベクレルは、これはちょっと高すぎる。これはね、明らかにこう汚染食品。それは我々放射能を測ってるものからすれば、これ500ベクレルのコスト測定器がキューッと出ますから。ね、じゃあ、今中さん、どれくらいだったら食べるのと言うんで、私も還暦も回ったところですから、リスクを、自分のリスクを考えた場合に、例えば、がんになるかどうかは、もう私の宿命が決まっているようなもんだと思ってますから、今さら、少々被爆してもどうということはないんで、まあ、50、100ぐらいだったら、私は多分、あ、福島で食べさせてもらうのは、気にしないと思いますね。じゃあ、子供がどうだったら、これはやっぱりなかなか難しいと思います。まあ、でも、多分10ベクレル以下だったら、もうしゃあないなって、東電の恨み事を言いながら食べるかという感覚はありますけども、で、内部被曝はややこしいということを知らんと申し上げましたけども、直接に測定することが難しいというのは、外にあるときは食べ物だったら測れます。これで何ベクレルあります。で、そこから放射線が出てきて、例えば地面にあって、それでこう我々はそれどれくらい放射線を受けるよというのは測定器でこうやったら分かります。じゃあ、食べ物というのはこの放射性物質そのものが体の中に入っていくわけですよね。それ体の中に入っているときにセシウムならセシウムが体の中で放射線をパッと出す。それによって被爆するわけですけども、それ体の中に入ってどういうふうに動くか、どこに集まるか、どういうふうに代謝をするか、これは放射能によって、種類によってだいぶ違う。年齢によっても違う。それで人によっても違うはずです。ここで先に換算係数みたいなのを長井さんの方から回ってきますけども、あれはあくまでモデルとしてやったらこうなるというわけですから、あなたと僕とは多分違うというようなもんだと思いますある程度。そういう意味でやれば。ただね、私、チェルノブイリと比べて、福島の汚染は相手をしやすいと言ってる。相手をしやすい放射能汚染。それはどういうことかというと、事故のプロセスがチェルノブイリの場合と福島の場合とだいぶ違います。というプロセスが違うことによって、外へ飛んでった放射能の種類が違います。明らかに違います。チェルノブイリの場合は一種、暴走事故と呼んでるんですけども、原子炉そのものの出力が急上昇して、いわば爆発炎上した、それに伴って溜まってた放射能の種類、放射能そのものがほぼそのままの組成で外へ出ていった。で、外へ出ていって、比較的重たい、沈着しやすいやつは30キロ圏、60キロ圏、100キロ圏ぐらいで落ちて、もっと軽い飛びやすいやつ、ヨウ素というやつとセシウムというやつがバーッと飛んでる。で、主な汚染をした。ですから、今現在、チェルノブイリの30キロあたりに行くと、セシウムはもちろんあります。半減期30年ですから。と同時に、ウルトリウムも結構あります。ストロンチウムもあります。で、となると、チェルノブイリの場合は、プロトリウムやストロンチウムの被曝も考えなきゃいけない。
ところが、福島の場合は事故の起き方が今日はお話ししてないと思いますが、結局原子炉の温度が上がってメルトダウンで、核燃料メルトダウン、多分2000度は超えたと思います。そしてドロドロの塊になって、そこの塊の中からガス状の放射能、あと揮発性の放射能が主に飛んでいった、ね、爆発したわけじゃないですから、燃料をメルトダウンした塊が、ですからその中に含まれてたプルトニウムやストロンチウムはほとんど残ってます。これはまず間違いない。ただ政府があまりにもデータを出さないんでどうなってるかなと思って、私稲手村に3月に行った時に土を通りましたので、それもプルトニウムの分析を私の知り合いにやってもらいました。そんなら、セシウムの汚染レベルに比べてプルトニウムは大体100万分の1以下ぐらいで、あとストロンチウムも、あるところに頼んでやってもらいました。それも、セシウムの汚染に比べて 1% 以下、0.1% ぐらいですか、ぐらいなので、一応汚染はあります。プルトニウムの汚染もありますし、ストロンチウムの汚染は、だから福島の汚染地域ではあります。だけども、そのレベルそのものは、セシウムと比べたら非常に小さいんで、被曝を考えるときにはセシウムをとりあえずセシウムだけ考えてていいだろうというのが私の見解です。で、セシウムが相手しやすいというのは実は非常に測りやすい、ガンマ線というやつを出しますんで、セシウムそれを土元に特定のトンと置けば大体、早いですが、強ければ10分20分でありますし、弱くても狭くければ確実に測れますけども、ストロンチウムやプルトニウムは実は私も測れません。ちゃんとしたプロでないと、これはガンマ線を出さないんで、ちゃんと溶かして、化学処理して、これ特殊な方法でまた別の測定器で測るということで、非常に面倒くさい。これ、あと、測りにくいのと、ストロンチウムやプルトニウムは、内部被曝で体の中に入った場合、いわゆる骨に溜まります。骨に溜まってなかなか出ていかない。ということで、長期的な被曝にもなる。というで、だから被曝量を見積もるのが非常に難しい。セシウムの場合は、ですから、ガンマ線を出しますから、比較的体の中にあるセシウムでどれくらいあるかというのも、ホールボディカウンター、人間が測定器のところへポンと行って、周りがポンであるということで、測ることもできるということで、測れるということと、あと幸い、セシウムというやつは体の中に入ったらイオンになります。まず間違いないと思います。これはセシウムはカリウムナトリウムの親戚ですから、非常に水に溶けて体の体液に溶けると思います。ですから比較的体の中に入っても外に出ていきやすい。一応体の中に入っても大体100日ぐらいで半分になるということは、1年ぐらいだったら大体抜けていくということで、相手はしやすいということがあります。で、セシウムの被曝を、内部被曝をどう考えるか、かなりいろんな問題あるんですけども、先ほど申しましたように、我々カリウムの40というので内部被曝をしてます。これで大体カリウムの40というのは、人間の体1キログラムあたり大体50ベクレルから60ベクレルあります。大体皆さん50キロ、60キロですから、大体3000ベクレルから4000ベクレル の, カリウム40を体の中に持っていらっしゃいます。で、もしもですよ、これですから家庭がいるわけですけども、カリウムとセシウムの体内挙動が体の中で同じように動くんだったら、それほどセシウムそのものの被曝をそうナーバスに考えなくても、ちゃんと計算できますから、ちゃんと評価することによって、ほどほど内部被曝も掴むことができるんではないかというのが私の見解です。ただ、よくわかんない、先ほど井戸先生よく勉強してるなと思って感心したんですけども、チェルノブイリの汚染地域で子どもたちの病気が増えているという報告、たくさんあります。ではっきり言って、嘘か本当かわからないような報告もあります。ただ、一
学の影響かどうかというところについてはよくわからないというのが僕の正直な感想です。ちょっとですから、そういうアンノーンな部分というか、わからない部分もあるぞということを思いながら、やっぱり放射能汚染に向き合う必要があるのではないかというのが僕の意見です。はい、ありがとうございます。私どものグループは、とにかく原発で、ドカンと事故が起きたら、とにかくとんでもないことになるぞと、そういう可能性があるぞということをずっと言ってきたつもりなんですよね。で、その上の実例として、私自身、チェルノブイリがどんなことだったのかというのをずっと調べてきたつもりなんです。で、本当に、まさか、いつも簡単に福島のようなことが起こるなとは、本当に思いませんでした。で、あの事故を経験して、私分かったのは、あまりにも日本国のリーダーシップ、叱るべき人たちが広かった。これ、ね、何が広いと、特に原子力関係の責任者、どう見ても保安院、東京電力、安全委員会も含めて、原発事故が起きるなんていうのは、来るとも思ってなかった。むしろ、彼らは原発は安全だ安全だということを30年間言い続けたがゆえに、その言葉にまさに信じ込まされてしまったのではないかということが僕は起きたんだろうなと思います。それ30年前40年前 の、 原子力推進派の人はもっと悪かった。原発が危ないというのを知ってたと僕は思います。でだけどもまあまあいろいろ事情があって、とにかく田舎に無理やり金と力で作ってやる作っていくんだという方針をやったんだと思います。ところが今現在 の、 トップ、原子力会のトップはどういう想像力が完全に抜けてしまったんだろうと思います。でこの事故を経験して、とにかく今の日本の原子力システム、やってる人たちの詰めてるシステムたちに、多分あの危険物を責任持って運営していく力はないだろうというのを実感しています。私自身、井戸さんじゃないけども、原発は絶対ダメですと言ったことはないんです。原発は危ないもんですよと、これは大事と起きたらとんでもないことになりますよと。だけども原発をやるかやらないかはやっぱり最終的に我々みんなの判断で決めるべきことだと。でもしも電力会社がやるんだったら、東京電力は東京湾でやりましょうと、大阪は関西電力は大阪でやりましょうというのがじゃないかということでずっと言ってきたんですけども、今や彼らの実態がだいぶ暴露されてきました。いわゆる原子力村の実態ですけども、それ皆さんもう薄々感じてらっしゃるように、かなりもう巻き返しも始まってて、さっきさっき原子力を脱出復活させるかずっと考えてる人たちがいっぱいいるなと思ってますけども、私は今がとにかく一遍原発を全部止めてみる絶好の機会だと思ってます。それ今54のうち大体動いてるのは10そこらだと思いますので、本当に我々の世の中が原発を必要とするかどうかは全部止めてみればすっきり分かると思います。で、とにかく一度止めるように皆さん頑張ってみましょうということです。ありがとうございました。
です。